韓国最大野党国民の力のチョ・ホヨン院内代表は今日、ムンジェイン大統領の2021年度予算案施政演説に対して絶望を感じたと批判した。チ院内代表はこの日国会で開かれた議員総会後、記者たちに国政全般に関して率直に失敗を認め、国会に協力を求めるべきなのに、ビジレイクに満ちた施政演説だった都市現実に対する認識に、あまりにも差がありすぎて、 絶望を感じたと語った。また安保問題と経済問題、貿易問題、失業問題、不動産価格上昇問題など、現実認識であまりにも差があった都市我々が生きている大韓民国と、文大統領が生きている大韓民国が違う国だという感じがしたと語った。中院内代表は私が国民を代表して、国民による10の公開質疑をしたが、 100日目となった今も答えが返ってきていない状態で、一昨日新たに三鶴の懸案について質問したが、全く答えのないまま一方的に自画自賛だけをしているとし非常に失望していると語った。